はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数 B の平面上の点の存在位置丸三についてお送りします。で、このタイトルも最後なんですが、ここの平面ベクトルの1個の章だね、ここも最後になります。次回からはね、またベクトルなんだけど、次回から空間ベクトルが始まると。で、最後は、このね、丸三っていうことで続きになってるので、前回と同じように問題演習を2問やっていきますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば、今からね、両方解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、このタイトルの丸1だから、前々回かの動画でね、基礎というかポイントをやったんですけど、で、前回問題演習やって、で、今回この流れで来てるんだけどさ、今回ね、ここの OAB が座標が設定されてるのね。で、その時に、ここはもう同じなので、この条件を満たすように、図示しなさいと、その存在範囲をね。で、左側に関しては、もう前回の動画とかと同じです。もうね、その前もそうですけど、とにかくここを1にしようぜって、そういう流れで持っていく。だから1にしたいんで、これ全体を2で割ります。そうすると4分の 1s プラス2分の 1t 小なりイコール1とね、ここ1になりましたと。で、ここの4分の 1s と2分の 1t を使ってこれを改造すると。で、やっていくとOP ベクトルはこの4分の 1s プラス2分の 1t ほにゃららと、これを使わなきゃいけないからね。で、でも OP ベクトルはもともと SOA だから、これの4分の1を消さなきゃいけない。で、戻すためには OA に4をかけて 4OA ベクトルにすれば約分して元に戻るよって。で、こっちもそう。2分の1が邪魔だから、OB に2をかけて、2OB ベクトルに、こうやって無理やり改造してしまえば OK。で、本当は、この4分の 1S を S' 4OA ベクトルを OA' ベクトルみたいな、ちゃんと置き換えて書かなきゃいけないんですけど、それに関しては、2個前の動画で、がっつり書いたやつね、載せてますので、それを参考にしてください。で、あとはもうこの条件だけで、答えを。で、図示して終わりにします。で、座標軸が必要になるので、全部第一象限だから、さて、どこまで入るかな。これがもうちょっと下まで入ったか。ギリギリつくとね、あれなので、こんなもんで、いいかな。ほい、ということで、Y で、原点。で、X。で、A が2の1なんで、この辺に A があると。で、B が1の2だから、この辺にあるんですけど、どう考えるか。結局、前の動画もそうですけど、これを OA' ベクトル。つまり、A' は A の4倍のところにあるんです。4倍ね。だから、座標も4倍すれば OK。つまり、これ、A を4倍すると、8の4でしょ。なので、8の4のところ。だから、どの辺にしようかな。この辺にしようか。点点点書くと分かりづらいから、ここ、A'8の4 です。で、B' に関しては、B の2倍ね。2がついてるから。で、B を2倍すると、2の4になるので、2の4。あれか、Y 座標一緒か。高さが同じなので、この辺にしとこうか。B'2の4 と。で、結局、これは、小なりイコール、ここがね、になってるから、三角形、OA'B' の周および内部になる。だから、あとは、これ真横になっ、ちょっと許して。で、こう引いて、こう引いて、よいしょ。ここが答えになります。で、一言添えたいので、三角形 OA'B' の周
および内部と、これで OK となります。まあ、やってることは同じね。最後書くのがちょっと違うだけで。で、最後なんですけど、これは初登場ですね。まあ1問だけ入れとこうと思って入れたんですが、ぜひ2個前の動画でね、ポイントの3つこうパターンを書いたんですよ。で、これが2パターン目なんですけど、三角形のやつなんで。で、3つ目のとこに、その平行四辺形の周及び内部のやつをやったんです。で、それを使うんです、これに関しては。で、正しい解き方、ちゃんとした解き方だったら、これね、片方を固定してってやっていくんですけど、ちょっと自分ずるいやり方で解くので、いつもこれ。それだけご紹介します。で、おそらくこれに関しては、って思われる方もいると思います。個人的な感覚なんですけど、出題頻度としては、やっぱりこれが一番多いです。三角形が。もしくは、ここがイコールのパターンの線分です。で、そこに関しては、やり方同じでしょ？結局。1にして、右辺を1にして、改造して書くと。これがイコールだったら線分 A'B'。ここが答えだけだから。で、小なりイコールになってるから今三角形 OA'B' になってるけどね。で、こっちに関してはもう解けて、途中の式が入ったらちょっと申し訳ないんですけど、解けることが大事という、そういう感じで一応ね、ポイントも書いたんで紹介だけしようかなと思って答えをね、書いていきます。ほんとずるいやり方で申し訳ないんですけど、いきなりいくよ、答え。で、どうやるか。y と x と原点、これ x 右に上がってるな珍しいな、俺が上がるのは。ちょっと待って。といって下を意識すると下に下がるっていう、あ、意外にまた上がってんのかい。まあいいか。で、これどうやるかっていうとね、結局 s が1から2なんだよね。ここが1から2の範囲で、t が0から1の範囲になってると。で、これね、10、11、20、21の4パターン。もう一回いくよ。あ、左左ってことなんだけど、10、11、20、21の4パターンあるじゃんか。組み合わせとして。その4パターンで計算した座標を全部打つんです、ここに。で、そこの平行四辺形を書いて、ごめんね。それの周及び内部が答えになります。で、どうやるかっていうと、まず10のコンビでしょ。これ10のコンビってここに入れるだけなんで、 OP ベクトルはこっち 1A だから OA ベクトルで、 T に0入れるからこっち消えてしまうので、結局 OA ベクトルだけが残る。で、 OA って A のことだから2の1でしょ。つまり2の1を打てばいいから、まあ、この辺にしとこうか。で、ここが A だね。そのまま A と書いておこう。2の1で、次、1の1いきます。それは、OA 足す。OB になるので、これとこれを足すだけです。で、そうすると、3の3になるから、3の3。これちょっと待って、もうちょっと大きく書けばよかったかな。いや、大丈夫だね。3の3。まあ、この辺かな。で、ちょっとね、アルファベットは何でもいいんですけど、一応 C とかね、CD 使ってないもんね、この問題ね。じゃあ、ここ C にしとこうか。3の3。で、次は2の0いきます。で、そうすると0また OB 消えちゃうんですけど、A を2倍するんで、これに2倍して4の2になります。で、4の2なので、4の2。もうちょっと大きくてよかったな。これね、A が移った先なんで、A' って書けってもしかしたら言われるかもしれないんですけど、一応今回違うアルファベットで使っちゃおうかな。4の2。で、最後は2の1なんで、OA、これが2倍。で、B は1倍、そのまんまにして、2倍すると4の2、足すから5の4になります。で、結局平行四辺形にしたいから5の4、まあ、この辺かな。で、アルファベットがめちゃくちゃになってしまったね。まあ、いっか。5の4。で、この、これ必ず平行四辺形になりますんで、こうなってこれで OK です。で、一言添えるんだれば、ちょっと待ってね。平行四辺形 ADEC の
週同じだね。および内部と、これで OK となります。まあ、図書式完全にはしょっとやってますけどね、まあ、頭の片隅程度に覚えてもらえたらと思います。で、さっきもね、言ったように出題頻度はこっちが圧倒的です、うん、ここはもう必ず定期テストで出さ、テスト範囲に入ってればね、出されると言ってもいいぐらいすごくね、有名な問題になりますので、ぜひね、まあ、動画3本となりましたが、少しでもお役に立てれば嬉しいでございます。では、今回は高校数学数 B の平面上の点の存在位置丸三についてお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、最初にも話したように、これで平面ベクトルが終了です。ね、この章をかけて、まあ、いろいろね見ていただいた方本当にありがとうございました。で、次回から空間ベクトルが始まります。で、空間ベクトルは同じベクトルなので、ここの知識、平面ベクトルで勉強した知識の先にある感じ。だから、ここをちょっとしっかりね、復習してもらえれば、空間ベクトルもね、いいスタートが切れることな、ところなので、ね、ここもちょっと活用してもらいながら、次回もね、もしよかったら見てみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。